はいどうも、達人でございます。今回はですね、ライトゲーム向けの、スピニングリールのカスタムハンドルとリールスタンドを紹介したいと思います。はい、ということで今回もですね、ドレス様の提供でございます。今回もドレス様ありがとうございます。ということで今回はこちらの商品を紹介したいと思います。じゃーん。ドレスガトリングダブルヒートグラデーションとドレスリールスタンドオリジンでございます。はい、ということでまずですね、こちらのダブルハンドルの方から紹介したいと思うんですが、こちらがですね、ガトリングダブルヒートグラデーションという商品になってます。でね、僕はですね、ライトゲームのリールなんですが、シマノのソアレ CI4 プラスっていうリールを使っております。で、今回こちらのガトリングダブルヒートグラデーションなんですが、こちらソアレ用カラーになっておりますね。こういうゴールドの部分がソアレと合うように作られてます。まあハンドル長が80ミリになっております。まあシングルハンドルで考えた時に、まあ40ミリというハンドルになってますね。はい、そしてこちらのリールスタンドオリジンなんですが、こちらもソアレ CI4 プラスと合うように同じゴールドで、色がついておりますね。ということで早速ソアレにつけてみましょうかね。はい、ということで取り付けてきました。こちらです。じゃーん。どうですか、この辺がね、こう焼き加工っていうんですかね、こうグラデーションしてます。で、まあこういうね、ソアレのスプールエッジとかのゴールドとこのゴールドが合うようにね、専用カラーになっておりますね。なんかね、めっちゃゴージャスな感じになりましたね。ほんとね、こう今取り付けて第一印象なんですが、まあね、なんかね、かっこよくなりました。カスタム感が出ましたね。うん。まあそしてこのハンドルがですね、80ミリなんで、片側が40ミリになってます。で、純正がね、35ミリのハンドルなんですよ。だからね、若干ね、やっぱね、こう長く感じますね。この回す感覚がこうちょっと広く感じますね。でね、このリールスタンドなんですが、この部分ですね、この部分がラインストッパーになってますね。ゴムのリングっていうかな、が2つついてて、その間にこうラインを挟むような感じになってますね。で、まあこちらがこう隙間があって、まあ、フックキーパーにもなりますね。まあね、このダブルハンドルの利点、メリットなんですが、こうね、ハンドルが2本あることで重心がちゃんと真ん中に来るんですね。まあシングルの時だとね、軽くなって重くなって軽くなって重くなってっていうのがあるんですけど、それがなくなりますね。だからこう巻きの釣り、もう一定の感覚でずーっと巻くような時は非常にダブルハンドルは有効になってきます。まあね、このダブルハンドルによって重心が真ん中にあることによって、まあね、こう軽く振ったりするぐらいではこうハンドルが勝手にね回ったりするようなことはないですね。まあ大きくこう振ればですね、やっぱり回るんですけど、ガトリングダブルの、まあ、もう一つの特徴というかあるんですが、こうハンドルノブがですね、アルミ、中心がアルミになってて、外側が樹脂になってるということですね。なんで、もうこう、多分ね、まだ使ってないですよ。使ってないですけど、感度は良くなるはずです。この中心に金属があるっていうのは、僕はいろんなカスタムハンドル使ってきたんですけど、非常に、感度が良くなることが多いです。まあね、その感度が良くなるイコール、いろんなこうノイズも増えるんですが、まあそれは仕方ないことですね。うん。そしてね、まあ今こうパッと組んでみて思ったデメリット。デメリットなんですが、やっぱりダブルハンドルにすることによってかなり重いです。重くなります。自重がアップしますね。もう持っただけでわかります。まあ重くなってもですね、ロッドとのこうバランスが取れてれば全然問題はないんですが、結構ね、重くなってると思います。持った感じ、ちょっと測ってみましょうかね。はい、まずですね、
純正のシングルハンドルがですね、まあ測ってみたところ 17g でした。そしてドレスのガトリングダブルヒートグラデーションですね、こちらが測ってみたところ 58g ですね。やっぱりかなり重くなりますね。まあこれはね、材質の問題もありますが、やっぱりだいぶ重くなりますね。まああと一つついでにですね、スタンドを取り付けるところのキャップですね、こちらが 1g でした。で、リールスタンドオリジンの方なんですが、まあ 9g になってますね。はい、ということでね、まあ実質 49g 重くなってますね。まあリールタックルが重くなるっていうことは、やっぱりどうしても感度が落ちます。まあでもですね、今ちょっとこういう空回ししてる状態で思うことは、こうね、まあ純正の巻き心地から比べると、このリールのノイズがやっぱり薄れてますね。うん。巻き心地としては良くはなってます。非常に良くはなってるんですが、このノイズが消えてるということは、やっぱり感度を若干落としてるんですよね。リールとしての感度を若干落としてるので、まあその点でこう、若干のノイズが消えてると思います。まあやっぱりこのダブルハンドルっていうことで、対角線に重さが、抵抗があるので、その分、やっぱりこう、感度が若干分散されているのかなという感じですね。そしてね、このハンドルノブなんですが、非常によく作られてますね。全然ブレがないんですよ。こうカチカチ感がないんですよ。こう結構やっぱりね、だいぶちゃんと追い込んでるんでしょうね。ガタがないです。このカタカタ若干言ってるのはリール側なんですよ。ハンドルをちょっと押さえてやってやると、ほとんどガタがないですね。ガタ殺してくれてます。非常にいいですよ。こうまあ僕がですね、もともとダブルハンドルが好きなんで、ちょっと早くね、実調に行って使ってみたいですね。どうなんでしょうね、楽しみです。はい、ということで今回のですね、ドレス、ガトリングダブルヒートグラデーションなんですが、各種ね、専用カラーが結構たくさんあります。シマノのセフィア専用カラー、ダイワのエメラルダス専用カラー、そして今回のですね、シマノソアレ専用カラー、そしてダイワの月下美人専用カラーというふうに、たくさんカラーがありますね。そしてドレスのオリジナルのカラーですね。そしてですね、ハンドルの長さもですね、80ミリと90ミリがございます。はい、そしてですね、リールスタンドオリジンの方なんですが、こちらもですね、各種専用カラーがございます。月下美人専用カラー、エクスセンス専用カラー、ソアレ専用カラー、コーガ専用カラー、セフィア専用カラー、エメラルダス専用カラー、そして、ドレスさんのオリジナルカラーという風にね、たくさんカラーもございますので、気になる方はですね、動画下の概要欄の方に、リンクを貼っておりますので、そちらからチェックしてみてください。そしてね、ドレスさんの方なんですが、各種 SNS、 Facebook、Twitter、LINE アット等をですね、してますので、まあ、登録しておくといち早くですね、セール情報とか新商品情報が入ってきますので、ぜひね、登録することをおすすめします。ということで、早くね、使ってみたいので、次回の動画はアジング動画になると思います。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。それではまた次回、じゃあね、バーイ。